이번에 今回も大量にシーンで購入したので紹介したいと思います。クーポンコードはこちらです。よかったら使ってみてください。まず1つ目はナッシングって書いてあるニットを買いました。なんか手のところがこんな感じでダメージついてておしゃれで可愛いです。それと同じようにダメージがついてます。2着目もニットなんですけど、こんな感じのピンクのチェック柄のニットを買ってみました。少し大きめだけど可愛い、ジーンズとかに合わせたら可愛いと思って買いました。これも生地が薄くないからあったかそう。これ買って大正解だと思ったんですけど、トレーナーです。なんか Y2K っぽいトレーナーなんですけど、生地はしっかりしてて、あとデザインもすごい私好みでお気に入りです。腕もこんな感じ、厚感もちょうどいいので着やすいと思います。次は久しぶりにちょっと丈の短いものを買ってみたんですけど、水色のトップスです。ここにチャックがついて、ハイウエストのズボンとかに合わせたいと思います。かわいい。次はじゃん、これもショート丈のトップスなんですけど、デザインがすごい可愛くて、なんか有名なブランドに似てると思って買いました。後で着てみたいと思います。チェック柄のシャツを買いました。デニムのパーカーとかに合わせたいなと思ってフード付きのものを選びました。次はズボンなんですけど、グラデーションのズボンが欲しくて買ってみました。下が広い感じになって足長効果になると思います。裏はこんな感じ、マフラーです。カラフルなボタンに一目惚れして買いました。かわいい。これなんか色は選べないんですけど、黄色とかピンクとかもあって、私が一番欲しい色の手袋が届きました。ここにリボンがついても最近流行ってるので買いました。しかもモコモコで、これめっちゃ安かった気がする。おすすめバッグ、なんか前回こういうやつを買ったんですけど、ここの部分が壊れてしまって新しいのを買いました。中身はこんな感じ。次は
ジャンブーツ、久しぶりにブーツを買いました。これ一回履いてみたんですけど、すごい履き心地が良かったです。厚底が欲しかったので厚底を買いました。またスマホにつけるチェーンを買ったんですけど、ピンクと黒のを買ってみました。今の携帯ケースに合うかなと思って買いました。最後、エアポッツケースなんですけど、私が好きなキャラクターに似てたので買いました。じゃん、かわいい。こんな感じで頭の部分なくなっちゃいそう。以上、購入品紹介でした。イエーイ、ビビアン。